あさんこんにちはます。こんにちは。それでは今回なんですけども、ゆくペイクルペイキャンペーンで、ペイペイボーナスゲット、街角ペイペイの延長も決定ということで、今回はペイペイで年末までの間に開催されるちょっとしたキャンペーンについてと、あとあの、街角ペイペイが延長するという、この大きく2つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速、年末までの間に開催されるキャンペーンなんですが、今出てるこちらの、ゆくペイクルペイキャンペーンというものですね。このキャンペーンは最大 で、50組に100名様に390円相当がもらえるキャンペーンとなっています。まあ、このキャンペーンの手順については後ほどお伝えします。で、キャンペーンの期間は2019年の12月の26日木曜日、すでに始まっていまして、12月の31日火曜日、23時59分までとなっています。で、このキャンペーンの流れなんですけども、ざっとこんな感じです。まず最初にツイッター、まあペイペイの公式のアカウントがあるので、まずそれをフォローした後に、で、対象のツイートがあるので、それをリツイートします。 次に、この期間中にペイペイを使っている方同士でペイペイ残高を39円分をお互いに送り合います。そして当選された方のペイペイアカウントに390円相当のペイペイボーナスが付与されるというものになります。まあ結構やり方としたらシンプルですね。まあそれで僕もですね、実際自分のツイッターを使って実践してみたいと思うんですけども、すでに僕はペイペイのアカウントフォローしているので、フォロー中というふうに記載がありますね。 次に今回のキャンペーンに関するツイートをリツイートします。今出てるこちらのキャンペーンですね。 で、このリツイートが完了したら、ペイペイの画面、ご自身のペイペイの画面を開きまして、ここの送るというところをタップします。そうすると、送金する画面というものが表示されるので、ここで送りたい相手の、例えば電話番号とかペイペイ ID、もしくは QR コードを読み取るなど、まあご自身が好きな方法をここで選んでください。で、僕はこちらの友達の QR コードを読み取るで実践してみます。そして、相手の QR コードをうまく読み取ったら、こんなような画面が出まして、この画面で39円以上、 まあ僕はもう39円を入力して、入力したら下の次へをタップします。で、ここで確認画面というものが表示がされるので、下の39円を送るをタップします。そうするとこれで送る作業というのが完了という風になります。 あとは送った相手の方も同様の作業をしてもらって39円以上を再度僕に送ってもらってまあ今表示されてる画面っていうのは僕がその相手から送金してもらって受け取り完了してるというような画面ですまあこのキャンペーンのやり方は以上ですまあ結構簡単なのでまあぜひご家族とかご友人などとトライしてみるのもいいのではないでしょうかそうしまして最後こちらですね先ほどタイトルの時にもお伝えしましたがなんと現在開催中の PayPay ペペのキャンペーン街角 PayPay ペーペー第2弾がなんと延長される ということが決定しましたもともとですね今ちょっと下の方に小さく出てるんですけども2020年の1月31日1月いっぱいまでだったんですがこれが2ヶ月伸びまして2020年の3月31日までとなりましたいやこれ結構意外でしたねちなみにこのキャンペーンは キャッシュレッシ費者還元の5%のお店で PayPay ペイペイで決済した場合、最低でも6.5%還元されるか、もしくは20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるというようなキャンペーンとなっています。けど延長されるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいんですけども、先日動画でも何度か紹介した僕が作ったこちらのヤフーカードなんですけども、2月の1日から PayPay チャージでの T ポイント1%還元というのが適用な、適用されなくなる ので、まあちょっともやっとするところではあります。まあ、ちなみに、ソフトバンク、ワイモバイルユーザーの方であれば、まとめて支払いという方法を利用すれば、これまで通り問題はないんですけども、まあそれ以外の方は、ヤフーカードからペイペイチャージというのが、まあテポイント一パーセント還元が2月の1日より還元されなくなりますので、ここはお気をつけください。そんなこんなで、今回はペイペイのゆくペイ、くるペイキャンペーン、そして街角ペイペイの延長についてお伝えさせていただきました。 いやー、まさか来年からも PayPay ペペが頑張ってくれそうなので、まだまだこう、ちょっとした動きとか、あと情報があれば、またその都度動画にしようかなというふうに思っています。まあ一応下の概要欄に今回のキャンペーンの公式リンク、そして街角 PayPay ペペのキャンペーン延長に関するリンクも下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。